昨日、田舎の牧場のオークションでタンツを買いました。30ドルぐらいしたんだよね。日本円だと3000円ぐらいだよね。安いと思うよ。安い。いいものだからさ。もちろん、自分の心みたいに、この古いタンツはね、欠点があったり、書き傷があったりあるので、砂紙など木工ヤスリを使ってきれいきれいにしてます。その時、あれ?と思った。この棚の下になんか紙が貼ってある?なんでしょうこれ?あれ?なんじゃこれや。なんじゃこれ?うわぁ、すごい期待。しかし、紐で縛ってあるからどうやって開けるの?どうやって開けるの?ハサミを使えばいいんだ。ハサミを使って自分の手を切ったらどうするの?もう病院に来る。あ、大丈夫か。大丈夫だ。来た。髪が古い。気をつけて開けなきゃ。あ、何か書いてある。何が書いてあるの?読めないぞ。ちょっと暗いから。ちょっと暗いから読めない。読めないよ。1871年、私、ジョナサン・シンガーがこの手紙を書きます。なぜなら、エスパニア軍が近くに来て、そろそろ自分が捕まれると思います。数ヶ月前に、メキシコ湾にあったエスパニア・ガリオン船から金貨いっぱい盗みました。とにかく、あ、隣の家にいる。早く書かなきゃ。とにかく、もしこの号に生きたら、ここに書いてある地図を従って、また金貨を見つけるかもしれない。こいつの英語ひどいな。よくわからない。それとも、自分の日本語の通訳がひどいかな。まあどっちか。何時間も研究したらなんとなく場所分かりました。もしかして2年前ここに1回行ったことがあるかもしれない。しかし宝物があるって知らんかったぞ。目的地はとてもエッチなところです。あれ?ごめん。目的地はとてもインチなところです。エッチがどっかわからないけど、廃村である。つまり、ゴーストタウンので、そのインチがエッチでも、透明人間だと気持ちないんだろう。そこにあるんだ。草原のど真ん中で、山にかき込まれて、もう、とても綺麗なところですね。ここからもすぐだな。地図にある川だ。書いた通りと変わらないですね。さてと続けましょう。足長いから大丈夫。歩く歩く、さらに歩く。まあいいか。最近ビンビンバ食べ過ぎでちょっと痩せなきゃ。ビンビンバか。どっかそんなもの食べるの。そうね。これが休憩で1、2、3、そこで200歩から100、43、44、50、50、60、69、この辺だ。この辺にあるだろう。あっちこっちにこうやってもう2、3、4時間ぐらいチェックしました。何もなかった。その時になんか変わったものがあった。この草だけのところに3つの石が並んでいた。昔は石を使ってこうやって一つ一つ向かってみると、英語でケーンという目印ができます。ほら、3つを立たせると目印だ。せほら、
なんでいつも自分が穴を掘らなきゃスタッフするはずですね。でもプロデューサーが自分で掘りなさいってさ、結局自分がプロデューサーので自分でしなきゃってことさ。汗をかいて骨折り損のくたびれ儲けではない。あった、何かがあったぞ。この埋蔵金が140年ほどこの土に埋もれてる。優しく優しく土を追い払って歴史のものに火が当たらないように気をつけなきゃ。開けてみる。わあ、ビンゴ。一つの字だけで人生が変わる。貧乏の棒が5になった。ゴー、エスパニアの金貨だよ。いい宝物探しだった。ちょっとだけ自分のものにする。でも歴史にあるものはそのままずっと歴史の中に置いときます。一人の人間が歴史のあるものを盗んだり取ったりすると、その歴史が将来の人間に消える。今度自分で見つけてこい。コロラの州へ。よろしく。